ですね、私のダイレクトメッセージの方に何名かからですね、大津市の党の方で所属議員が地方議員2名ということになってるんですけれども、こちらはどなたのことなんでしょうかというふうな問い合わせを何件かいただいております。私もちょっとこれ把握しておりませんので、ちょっとここに書かれた電話番号宛てにちょっと電話をしてみて聞いてみようかなというふうに思っております。まあちょっと私の名前をねちょっと申し上げると多分全く答えてくれないでしょうから、まあ名前を名乗らずにちょっとホームページ見たんですけど、聞きたいんですというふうにしてですね、ちょっと聞いてみようかなというふうに思っております。携帯からじゃなくてですね、あえて、事務所の電話番号から非通知にしてもね多分出てくれないでしょうからね。これ間違い電話したらえらいことやな。番号をお確かめになってもう一度おかけ直しください。まさか繋がらない。9536。お客様のおかけになった電話番号は現在使われておりませんということでした。番号をお確かめ、こちら党のホームページに書いてあります、電話番号、こちらの方にかけても現在使われておりませんということでしたね。なるほど、どうしようもないですね。ちょっと引き続きですね、もしこの YouTube 見た方、町議員2名の方が、どなたなのか、分かれば教えていただきたいなと思います。Twitter の方にもね書きましたけれども、大津さん側ではこの方々たちのお名前を出すと支持者の人とかアンチに攻撃されるので言えませんとかっていうことをこう言いそうですけれども、それだったら地方議員2名っていうのも書かなかったらいいのかなというふうにも思います。実際にね議員がいてるのかどうなのかっていうのも非常に不明だなというふうに思います。ちょっと疑わしいところですけれども、まあちょっと引き続きもし情報ある方いらっしゃいましたら、教えていただけたら助かります。もしこの方々たちの名前がね分かれば一度ちゃんと、きっちりと私の方からコンタクトを取ってみて、実際に大津さんの党の方に、所属しているのかをちょっと確認してみたいなというふうに思いますので、皆さんご協力よろしくお願いします。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。サンキュー。